どうもこんにちは、有限でございます。今回もよろしくお願いいたします。さあ、ではまずは、いつもの前置きから始めさせていただくことにいたしましょう。前回またたくさんコメントをいただいたわけでございますが、まず私に対する質問が、ありましたので、まずはそれに答えることにしましょう。前回のコメントで、私の毛根を気にしてくれた方がたくさんいらっしゃいましていや、どうもすいませんというか、一応まだね、まだ大丈夫です。まだ髪はあります。ただね、確かに、年々減ってるんですよね、髪の毛が。本当に、毛根大切にしていかなければいけませんけれども、まあ一応ね、まだそれなりにはあるということで、はい、よろしくお願いします。何がよろしくだよって感じですけど。それと、あとそうだ、前髪はどんな感じですかっていう質問がありましたが、一応今横分けです。普通な感じの横分けです。いいですかね、そんな感じで。で、一応私の、なんて言うんだろう、容姿に関する、ご質問への答えは今回限りとさせていただきますので、一応ご了承ください、ね。なかなかね、自分のことを答えるっていうのは恥ずかしいものがありましてね。そういうところありますので、すいませんが、そういうことでよろしくお願いしますと。さて、で、今回はですね、まあ、久々ということもあって、いつにも増して緊張しているのですが、まあ、最大の理由は、ね、今回で終わってしまうかもしれないんですよね。で、一応前回、育成が、残り4件のところを1件で終了したので、あと3件経ったら多分、育成エンド、上エンドで終わるんですよね。で、あるいは、その、大イレギュラーで、恋愛エンドもあり得るということで、まあ、いずれにせよ今回でそのゲームがクリアする可能性が非常に高いんですよね。まあ、その時には今回が最終回となります。で、まあね、実況者的にはその時間の配分とかすごい足り少なくなったり、あるいは中途半端に長くなったりするんじゃないかなって心配してるんですが、まあ、そこはね、気にせず、最終回もだとしてもいつも通りな感じでやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。さあ、そういうわけで、じゃあ改めてやっていきましょう。よろしくお願いします。前回のコメントでね、これウサギちゃん、ウサギ気になるっていうコメントありましたので、確かにこれウサギですよね。ユゲコの体からすると結構大きな人形ですね。ユゲコはウサギが好きなんでしょうか。さあということで、じゃあ寝ますか、寝てみますか。育成どうなるかな。寝よ寝よ。おやすみなさい。さあ、あと前回なんか、ランディ様の日曜日のアクロバット見たかったっていうコメントがありましたね。実はね、このプレイでも一回見てます。ランディ様のアクロバット。ちょっとパートどれか忘れましたけど、はい。もしもね、それ見たい方いらっしゃいましたら、ちょっといくつかわかんないですけど、一応ね、私も目撃しておりますので、はい。さあ、どうだろうね。今日決まるかな。はい、まずはリュミエル様、いつもいつもありがとうございます。優しいからね、リュミエル様はね。一番最初に仲良くなってくれたのが確かリュミエル様だったからね。はい、2件これ大手です、大手さあどうなる。あと1件ですよね、これ多分。さあ、おっと、これは、ゼフェル君の自主育成。立ちません。さあ、最後の最後にロザリア陣営も、ね、猛追をかけているところですね。お、これは結構長いな。立たなかった。来たー。さあ、注目です。注目です。ジュリア様、どうなる？ラストはジュリア様か？立った！ここに立つのか！ちょっと待って、ちょっと待ってポカリスエットだな、ここ。ああ、なるほど。最後の一件は、ああ、そこに立つんだ、真ん中に。
あー冷たくて美味しいなポカリは。ちょっと待って、最後は来た、緊張する。はい、じゃあ最後はジュリアス様が喋ってくれるということでとうとうこの日が来たのだな、イゼルローンがついに到達したのだな。ね、ジュリアス様の建物で決まった、これで女王が決定したぞ。お、笑顔だ。わあわあ、タラちゃんやったです、ついに伝説の島にたどり着いたです。何が起こるですか、ワクワク。あ、何起こるの。おおお、光った、トールハンマーが、トールハンマーが打ち出される瞬間が。何が始まったですか、天使様、天使様、天使様って、ユケコのことか。天使様。お、女王様、今こそ世界は救われる。そなたの育てた新しき宇宙の力を持って、星々を すべて受け取ってほしい。うん。お、なんだなんだ。あ、天使様、たった今天の女王様からお告げがあったです。うん、夜空の星が増えるけどいいですかって言われたです。きれいなお星様が増えるなら大歓迎です。ほうほうほう、天使様、早くお星様をいっぱいもらってきてくださいです。何、ミニゲームか、星を拾うミニゲームか。うん、みんな心配しないで待っててね。あ、真ん中にあるのか。はいはい、それではユゲコ、星々を、命を、生命を、力を、この宇宙のすべてを送ろう。すべてを慈しみ、導く心を持って、静かに目を閉じ、心の扉を開くのだ。ん？おお、トールハンマーが、まさにトールハンマー。打ち出された。おお、すごい。宇宙に行ったんだ、ユゲコ。ゆげこ、さあゆっくりと目を開けて。キョロキョロ。あ、女王陛下、ありがとう。ゆげこ、そなたのおかげで星々の移動は無事に終わった。世界は救われたのだ。ああ、なるほど。滅びゆく宇宙の悪い影響を新しい宇宙に与えないよう、私がここに留まり、こちらの空間を閉ざす。あ、深刻なところだ、これは。ゆえに、今ここで、女王の座を、そなたに譲ろう。おう。イゼルローンの人々を導いた気持ちを忘れずに、二つの世界を頼む、ゆげこ。ああ、そんな、女王陛下。ディア、どうしてここに？ここはもう命あるものの世界ではないのよ。もうすぐこの宇宙は完全な虚無に閉ざされるわ。私の力がまだあるうちに、あなただけは早く。いいえ、陛下。最後まであなたと共におります。スモルニーの頃から私たちずっと一緒だったではありませんか。ああ、なるほど。スモルニーか、ちょっと違うかもしれないけど、ユゲコとロザリアの関係みたいなものかな。そうだったのはね、ディア。あなたはずっと私を励まし、支えてくれたわ。あなたがいなかったら私、とてもここまで来ることはできなかったわ。無事にこの空間を閉ざすことができたら、みんなの待つ新しい宇宙に一緒に参りましょう。そして二つの世界を治める新しい女王の誕生を祝福しましょう。ね、女王陛下。ああ、なるほど。二人はそうかそうか。もう陛下はやめて。アンジェリークと呼んで、ディア。あの頃のように。はあ、そうか。これからあの頃の私たちにもう一度戻るのよ。はあ、ええ、アンジェリーク。なんてこった。そうか、泣けるな、これ。はい。こうして、旧宇宙からの星々の移動は無事終了した。生まれて間もない新しい宇宙には、もう一つの世界を受け入れてもなお、十分な余裕があったのだ。ああ、なるほど。力強いんだね。世界の危機とそれが回避されたことを知った人々は、皆、驚き、
そして喜んだ。ただ移動後の姿勢に女王と女王補佐官リアの姿はどこにもなかった。二人の無事を信じながらも隠しきれない不安を抱いたまま、新女王ユゲ子の即位の儀が執り行われることになった。はあ、これはシリアス。オープニング以来の感じですね、これは。女王と守護聖の名において、ここに試験の終了と新たなる女王の誕生を宣言する。ユゲ子、女王の玉座へ。なんだこの選択肢。いいえにするとどうなるの、すごい気になるけど、これははいでしょ。はい、私は女王になると決めたんです。はい。お、深刻なユゲ子、慎んで女王の恩義を、お受けいたします。どうやら即位の儀には間に合ったようだ。お、帰ってきた。陛下、ご無事で。おお。はあ、ちょっとこれは感動するな。思ったより手間取ってしまってな。すまぬ。皆には心配をかけたな。即位の儀の前に。おお。もう一人の女王候補、ロザリア・デ・カタルヘナをこれへ。あ、ロザリア来た。ロザリアはユゲ子にお呼びこそしなかったが、女王となる素質と能力は素晴らしいものがあった。今回の経験を生かし、女王補佐官としてその能力を世界のために役立ててほしいのだが、どうであろうユゲ子。嬉しいハート。でも、いや、もうロザリアはね、いい子だから、ぜひとも補佐官というか、本当に、ね、友達として補佐官として一緒にいたいですよね。嬉しい。いいこと、ユゲ子。あんたっては相変わらず何にも知らないし、頼りないことこの上ないわ。ああ、いや、素直にロザリアは認めてくれたんですね、女王になることを。悔しさもあるでしょうけど、やっぱり偉いな、ロザリアは。だから私がついていってあげることにしたのよ。頑張ってもらおうよ、新女王陛下。はあ、いい子だ。うん、ありがとう、ロザリア。では、ユゲ子、改めて女王の座と力をそなたに譲り渡そう。私たちの役目は終わりました。もう、あなた方と言葉を交わすこともないでしょう。256代目にして新しき世界の初代女王、ユゲ子よ、女王の玉座へ。おー、行っちゃった。はあ、なるほどね。ここに新女王ユゲ子陛下の即位を宣言する。お、新しい音楽。お、クラビス様。勝手に進む。あ、新しいじゃないや。パスハ様とサラカ。群れとゆえ子、いえ、女王陛下とお呼びしなくてはなりませんのね。惑星の民たちも心から陛下をおっしゃっておりました。その育成を指導できたことは、私は光栄に思います。私もですが、新女王陛下。陛下のお役に立てたことを一生誇りに思います。まあ、二人はラブラブだからね。最後に陛下と世界の幸福を祈らせてください。すべての人を愛し、すべての人に愛されますように。ありがとう。まあ、二人もね、仲良くね、これからも。光の守護聖ジュリアス、新女王ユゲ子陛下に永遠の忠誠を捧げます。すべての光が陛下の御のために輝かんことを。やった、嬉しいね。女王とは時に辛いことを決断しなくてはならない。だが、忘れないでほしい。私たち守護聖がいるということを、新女王ユゲ子よ。ありがとうございます。ああ、音楽の変わったバージョンか、なるほど。お嬢ちゃんが新女王陛下が。どうも、お疲れ様。炎の守護聖オスカ、この剣と精神にかけて女王陛下になんとかかんとか。ちょっとすいません、勝手にね、送られてしまうので。新女王陛下、いかなる時も慈しみと思いやりの心を忘れず、世界をお導きくださいと。ありがとうございます、リミエル様。
おめでとうございます新女王陛下、この試験で俺自身も成長できたような気がします。はい、この風の守護星ランディ、陛下のために全力を持ってお使いいたします。どうも。元気だねランディ様は。あ、マルセルちゃんだ。ユゲコ、うん、陛下って呼ばなきゃならないんだね。うん、前女王陛下や新女王陛下のように僕も一生懸命頑張ります。うん、一緒に頑張ろう。さあ次はゼフル君。あのよユゲコ、おめえやっぱりすげえよ。俺も人のためになることしたくなっちまった。女王陛下、俺も俺の精一杯のできることで陛下のお誓いになります。よかった、心を入れ替えてくれたね。さあルバ様、おめでとう新女王陛下。試験の時は正直言って少し心配でしたが、あなたならきっと大丈夫でしょう。どんな時もその明るさと元気を忘れずに頑張ってくださいね。優しいねルバ様も。さあオリビエ様、最後まで敵対したオリビエ様、おめでとうユゲコ。まあ責任とか義務とかあんまり固く考えないで気楽にやってね。女王が幸せな気持ちじゃなかったら世界をいい方向に導くなんてできないんだからさね。どうもです、今後はよろしくお願いします。おお変わった。我々守護星一同、新女王ユゲコに心よりの忠誠を。二つの世界の新女王ユゲコ陛下に永遠の栄光。おお、かわいいね。はい、最後はこのユゲコ女王の一枚絵で終わるんでしょうか。いやー慣れたね。はい、あれこれで、はい、かくして新女王は誕生した。256代目にして新しき世界の初代女王ユゲコ。新宇宙駅元年、女王試験開始から148日後のことであった。これで終わりですか？あ、音楽が止んでしまった。はい、これで終わりかな。あー、終わったー。これが女王エンドですね。うん、画面ももう切り替わらないですね。じゃあこのままで続けさせていただきますか。うん、さあちょっと感動の余韻が私自身冷めやらないところですが、はい、じゃあこれでアンジェリーク実況プレイ最終回ということになりますね。はい、これで女王エンド終わりました。お疲れ様でした。いやー終わりました。じゃあ最後のまとめのお話をさせてもらってよろしいですかね。まあといっても何も考えてないんですが、じゃあすいません、じゃあこっから先は私自身の感想を述べさせていただくことにします。いやーよかった、終わった、感動したな。いやでも私今回が実況動画というか動画投稿3作目になるんですけども、でまあ、ブロマガとか過去の、お話の中で、アンジェリークどうしてあげたのかっていうのは簡単に話したと思うんですけど、まあ、本当にね、特に理由らしい理由はないんですよね。で、しかも今まで全然、それこそ弱小中の弱小の実況者として、動画を上げてきたので、まあ、細々とやっていけたらいいなと思ったんですけれども、まあ、そんな私にしては、本当にね、たくさんの方に、このアンジェリーク動画を見ていただいて、でしかもまあ初見だからということで、たくさんね本当にアドバイスをいただきまして、いや本当にありがとうございます。でね、本当に思い返すだに、皆さんの、まあ、ご視聴とアドバイスのコメント、あるいは応援のコメントがなければ、まあ、こんな形で、終わることもできなかったと思います。で本当にね、
いやー、まあ難しいというコメントもありましたからね、その難易度が 高いよっていう話もありましたので、ね、初めてゲームする上でどういう感じになるか、まあぐちゃぐちゃになっちゃうかなっていうね、恐れも抱きつつのプレイだったんですが、まあなんとかね、上エンド、こぎつけることができましたね。あともちろん、守護聖様全員の、まあ、イベントなんかは当然ながら見られていないんですが、まあそれでも、まあかなり、守護聖様たちとは仲良くなれましたし、恋愛イベントも、そこそこは見ることができたので、私個人的にはとても 手前味噌ですが、まあ良かったんじゃないかなと思います。いや、本当にね、こんな、いや、もちろんね、1000とか1万とかそういう再生するようなね、人気の、実況者さんと比べれば、私の動画なんてのは非常に規模も小さいですけれども、まあ、それでもね、私にとってはたくさんのね、かけがえのない方々に見ていただけて、で、しかもね、最終回まで、進めることができて、いや、本当に実況者としては、この喜び、勝るものはありません。ありがとうございます。ねえ。じゃあ、まあ、良かった良かったばっかじゃなくて、反省も、じゃあ、いくつか言っておきましょうか。まあね、まあ、でも、私も実況プレイをやって初めて気がつきましたけど、やっぱりね、言い訳がましくなりますけれども、なかなかね、喋りながらゲームすると、そのゲームの方に集中力がいかなくなって、ね、なかなか皆さんは見てて歯がゆいところとか、あとね、ちょっと前のこととか忘れちゃったりして、まあそういう感じでちょっとプレイに、キレがない場面も多々あったことは本当に申し訳なく思います。あと何よりもね、私の場合は言い間違いですね。ね、コメントでもたくさん指摘いただきましたが、本当にね、言葉とか、あと読み間違いとか、すごいあるんですよね。まあ、ただね、まあ、これも前に言いましたけど、頭の中ではわかってるんですよね。頭の中では正しいことを言えてるの、を思い浮かべられてるのに、口に出すと違うことを言っちゃうんですよね。ね、本当にランディ様だったり、オスカー様だったり、ゼフェルさん、ゼフェルさんって、ゼフェル様だったり。本当に守護聖、特にね、守護聖様の言い間違いに関しては、ちょっと不快な思いにさせてしまいまして、すいません。いやー、でも、よかったなぁ。あとね、まあ私はとにかくね、喋るときは喋ってしまうので、幸いにしてね、例えば前置きなんかはね、ご好評いただく、場面が多かったかなと思うんですが、ね、ゲームをね、サクサクプレイしてほしいと、思っている方にとってはちょっとね、長い、前置き長いんだよと思われたかもしれませんが、まあ一応、最初にいろいろなことを喋るのを、ちょっと私の動画の特徴にしていこうかなと、思っておりますので、ね。まあ、そこはご了承いただきたいなと、思います。あとね、そうそう、あと冒頭の銀エーデンのパロを、まあね、毎回同じパターンで始まっては、マンネリ化するだろうと思って、まあ、拙いながら入れさせてもらいましたが、まあ、そこもね、まあ、面白かったと言ってくれる方がいまして、いや、本当にありがたいことです。で、そういうコメントもあって、まあ、励みになって、ね、少しずつ、まあ、腕を上げたとは言えないですけども、まあ、少しずつね、こんな感じでやっていけばいいんだという感じで、本当にこのアンジェリックを通じて、私自身、この動画を上げる、技術の 向上もさせていただきました。ですから、またちょっとね、私個人的な話になって申し訳ないですけれども、本当にね、アンジェリーク動画を通じて、何よりも私自身が、その勉強になったし、成長ができたかなと思います。いや、本当に感謝です。ね、で、今まで本当に応援いただきまして、これをね、私自身が返すことが、皆さんに返すことができないのが、ただただ、歯がゆいのですが、もう言うこと、感無量だな ねえ、泣きはしないですけど、ちょっと感動しちゃいましたね。で、今後もね、アンジェリークと出会うことができたので、これからも、個人的に、いろんな恋愛エンドとか見たり、イベントを見たり、あるいは、まあ、初見プレイが終わったので、まあ、アンジェリーク知識の解禁ということで、ドラマ CD とか漫画も今後、
どんどん読んで、アンジェリックのことを知っていきたいと思います。さて、じゃあそろそろ時間ですかね。じゃあこの辺でよろしいですかね。いや、本当に、題名なんだっけ？光栄大好き男がアンジェリックを初見実況プレイということで、ね、まさしく、まあタイトル通りの、初見実況プレイであったんですが、今回こうして、エンディングを迎えることができました。ということで、じゃあもう締めてよろしいですかね。すいません、最後ぐちゃぐちゃになっちゃって ね。では本当に皆さんありがとうございました。これで最終回、私自身寂しいですが、まあ皆様もね、この動画を、楽しんでいただけましたら、本当それが一番の幸福ですので、楽しんでいただけたら、たならか、楽しんでいただけたならとても嬉しいです。さあ、じゃあこれで終わりましょう。パート32ですかね。まあ、長々と続けてきましたが、最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。では、今回は、というか今回最終回、これで失礼させていただきます。さようなら。